皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。シャオミから待望のスマートウォッチ先行レビューということで、あらかじめシャオミジャパン様の方から送っていただいたものになります。今回こちらを開封し、そしてファーストインプレッションをお届けしたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。はい、出てきましたね。では中身見ていきましょう。まず本体になりますけど、今回送っていただきましたのがブラックになります。後ほど開けてみたいと思います。同梱物になりますが、 USB-A のマグネット式充電ケーブルが入っていました。そして反対側になりますね。こちらにはですね、ユーザーマニュアルが入っています。日本語翻訳されたマニュアルがね、しっかり入っています。スマートウォッチ本体のそれぞれの各名称について説明が書かれていますし、またペアリングの方法についてもね、しっかり書かれています。というわけで本体が出てきましたね。めちゃめちゃこうハードっていうかね、硬質感というか大人っぽいというかですね、この反射したところなんかかっこいいなと思います。ではざっとね、外観の方を見ていきましょう。まず本体の横になりますが、物理的なサイドボタンがついています。これはね、ついていると操作系統っていうのは飛躍的にアップしますので、ここは個人的に結構嬉しいところになります。そしてさらにこのようにね、横長に穴が開いています。スピーカーなのかマイクなのかということになります。そしてこちらにも穴が開いています。そして背面になりますと、レドミーというね、プリントロゴとともに様々な国の規格マークがプリントされています。ここにね、センサーがついていますね。反対側になりますと、物理ボタンというのはね、一切なくて、側面はのっぺりしたものになっています。ディスプレイの表示領域になりますが、今反射を利用しましてね、ちょっと分かりやすいようにしているんですが、プレゼロに対して結構ね、ギリギリまで来てるんじゃないかなという感じはします。後ほどディスプレイを点灯してどれくらいの表示領域なのかを見ていきたいと思います。そしてベルトになりますけども、ここにボッチがついていまして、押しますとね、はい、簡単に外すことができます。反対側も、はい、このように簡単に取り外し装着ができるようになっています。このあたりもすごくいいですね。そしてバンドの形状はこんな感じになっていますので、腕に装着するときっていうのはこのように巻いていただいて、ここのボッチを合わせて、そしてこのループを内側に差し込むというやり方になります。いかがでしょうか。雰囲気はこんな感じになっています。そして腕に装着した時のボディの厚みというのはこんな感じになりますね。取り立ててすごい厚いっていう感じではないですね。ではこれからペアリングをし、そして初期設定をしてみたいと思いますが、その後こちらの本体のスペックをご紹介したいと思います。これから少しね、スペックの方をご紹介していきたいと思います。ではまず重さを測ってみたいと思います。バンド込みの重さで、こちらのスケールであれば 37.2g になっています。まず最初にカラーリングになりますが、このブラックとともにアイボリーのカラーリングがあります。そしてこのディスプレイのサイズになりますが、1.75 インチになっています。アモレットディスプレイになっています。ちなみにこちらのサイズ感になりますが、このようなね、表示領域になっています。このベゼル幅っていうのは標準的な感じになっていますけども、いかがでしょうか。正面から見たところ、そして下から見たところ、上から見たところ、そしてサイドから見たところ、反対側ですね、どこから見てもなかなか視認性が高いんじゃないかなと思います。そしてディスプレイの解像度になりますが、 390×450 のピクセルになります。最大輝度は602度という風になっていますが、結構ね、屋内であれば十分な明るさがあります。そしてバッテリーの容量になりますが、 289mAh となっていまして、標準モードであれば最大12日間使用日数となっています。またヘビーユースモードであれば最大7日間になっています。1週間になりますね。そしてフィットネス、ワークアウトのモードになりますが、なんと120種類以上のワークアウト、スポーツモードが準備されています。サイドボタンを押していただいてワークアウトを選びますと、こちらから120種類以上のワークアウトを見つけ出すことができます。いろいろね、奥深い階層ありますけどもね、いろんなものがこのようにね、馬術まであります。自動車レースっていうのもありますね。そしてヘルスケア関連になりますが、当然ながら心拍数のモニタリング、そして睡眠のモニタリング、またストレスモニタリングにも対応していますし、また血中酸素レベルの測定にも対応していますので、ほぼ求められている機能っていうのはもう全部入りかなと思います。そしてなんと先ほどご紹介しましたが、こちらのね、マイクとスピーカーがありますけど、これによって Bluetooth 通話が可能になっています。
ですのでスマートフォンの方に電話がかかってきた場合、こちらの方にその着信通知が来まして、ウォッチの本体でその着信を取ることができまして、このスピーカーとマイクを使って通話をすることができます。というわけで主な特徴に関しましては以上になりますけども、これからね実際使ってみた上でファーストインプレッションの方をこの後お届けしたいと思います。あれからですね、実は10日ほど使ってみました。その間に様々な検証の方をしてみましたけども、やっぱりですね、なかなかいい結果が出てきました。ということで、ここからファーストインプレッションという形で良かった点についてご紹介したいと思います。もちろんここがね、ちょっと惜しかったなっていう点もありましたので、それは最後にお伝えしたいと思います。まずファーストインプレッションということですので、最初触った時の印象になります。それはやはり動作が非常にサクサクだったなという点です。もうすでにいろんな設定してあるんですけど、こんな感じで動きます。まずサイドボタンをちょっと押してみますと、押した途端にもちろん画面が切り替わりまして、このようにね、はい、本当指に追従する形で動いてくれます。非常に滑らかですね。なんか遅れて動いてくるような感じはありません。そしてスワイプしてみますと、こんな感じですね。はい。めちゃめちゃ動きがいいです。そして上から下にスワイプすると通知の画面。そして下から上にスワイプするとコントロールパネルですね。こういった感じで出てきます。ですので、どれを撮ってみてもですね、動きの面では全く問題はありませんでした。サクサク動いてくれます。このあたりは安心して使うことができると思います。そして次の点になります。それはアレクサが搭載されているという点になります。なんとレドミーウォッチ3にはアレクサが搭載されてきました。このあたりすごいですね。起動させるためにはですね、このサイドボタンを1回押しまして、私はアレクサをもうかなり上位の方に持ってきています。こちらを選んでいただくと、お元気ですか？はい、このようにね、今回答してきてくれましたが、元気元気、あなたにも元気を分けてあげたいです。こんな感じでね、返答してきてくれました。音声を伴ってスピーカーで返答してくれるわけではないですね。テキストベースで返してきてくれるわけですが、結構ねこのように使うと便利かなと思います。富士山の標高は、このようにね、富士山の標高は3776メートルですとあります。ちょっとわからないことあれば、こんな感じでアレクサに質問して回答してきてくれるっていうのも楽しむことができますね。そして次の良かった点になりますが、それは通知が非常に良好だという点になります。気になる点としては、やっぱりね、LINE を使う方多いと思いますので、その通知がどんな感じで来るのかということだと思います。ちょっとね、これから試してみたいと思いますので、ぜひご覧ください。ではこれから LINE の音声通話の着信テスト、そして LINE のメッセージですね、着信テストについてやってみたいと思います。ぜひねこちらの画面の方をご覧ください。ちなみにですけども、着信するときは画面が消灯されているときが多いと思いますので、この状態でテストしないとね実際のところ分かりませんので、画面を消してやってみたいと思います。今からですね LINE の音声通話の着信テストをやってみたいと思います。では今から発信します。はい、来ましたね。ということでですね、今2回ほどバイブが振動しまして、LINE の通話着信が来たことが通知されています。はい、こんな感じになっていますね。今まだ着信中なんですけど、こんな状態になっています。では、LINE に応答しなかったということで切りたいと思います。はい、こんな感じですね。LINE の不在着信通知ということで、出なかった場合ちゃんと通知が来ますので、LINE の音声通話がかかってきたってことが分かるようになっています。では次にメッセージの通知についても見てみたいと思います。はい、来ましたね。奥さんからご視聴ありがとうございますと来ました。そして顔文字、最後に四角のマークがありますけど、実はこれは絵文字を送ったんですけども、どうやら表示はされませんでした。そして通知が来た時にはバイブ振動が一回ありまして、その後バイブがずっと振動し続けるってことはありませんでした。ですのであくまでも通知が来た時は1回か2回のバイブ振動で通知が来たっていうことになりますので、LINE 問わずですね、他のものも含めましてそういった形になります。ちなみにですけど、この LINE のね、アイコンマーク見ていただくと、公式のマークとかなり似ていますね。私が今ね調べたところによりますと、この LINE とそしてメルカリのマーク、また Gmail も公式のアプリのアイコンが表示されました。このあたりはですね、全てのアプリアイコンに対応しているわけではないと思いますので、一応ねこういった形で来るものはあるってことだけ、覚えておくといいかもしれません。では続けまして、携帯電話の音声通話の着信テストもどんな感じになるのか続けてやってみたいと思います。今ね発信しました。はい、こんな感じで表示されました。今ねバイブがずっと振動し続けてくれています。そして音も鳴っていますね。
これで応答すれば電話着信を受けて話すこともできます。相手が電話を切りましたら、ここに実は電話番号が表示されています。そのままここから発信することもできますし、無視ということもできます。ついでですので、ここからも発信をしてみたいと思います。はい、そうしましたらですね、別のスマートフォンにちゃんと発信がされています。すごいですね。ということで、携帯電話の音声通話の着信テストをやってみましたけど、 LINE の通話に関しましては着信通知のみになりますけども、携帯電話回線の音声通話の着信であればちゃんとね、バイブが振動し続けてくれますので、ほぼ気づくんじゃないかなっていう感じになります。で、しかもここで応答することもできますので、やっぱりすごく便利じゃないかなと思います。はい、電話がね、今かかってきましたので、ちょっと受けてみたいと思います。あ、繋がりましたね。もしもし。ちゃんとね、時計から音が聞こえています。はい、通話ができるようになっています。そして次の良かった点になりますけど、バッテリーがどれぐらい持つかということだと思います。ファーストインプレッションということで、まだちょっと暫定なところもありますけど、私の使い方で検証した結果をお伝えしたいと思います。まずこちらに表示していますのは、常時点灯モードをこのようにオンにした状態で使用した場合になります。今回実はですね、ヘルスケア関連はすべてオンにしてあります。心拍数やストレス測定、睡眠モニタリングなどですね、すべてオンになっています。そしてね、こちらの表にも表示してありますけども、屋外ウォーキングを GPS を使っている状態で1時間使っています。こうした設定で常時点灯モードをオンにしてある状態でどれぐらい持つかということになります。まず初日ですね、 100% からスタートしていまして、24時間後、1日目、 80% の残量になっています。前日差は 20% になっています。そして2日目ですね、残量が 57% で、前日差は 23%。 そして4日目になりまして、残量が 3% で、前日差が 29% ということになります。つまり約4日から5日ほどになると思います。常時点灯モードをオンにしてある状態で4日から5日持つってことは、なかなか優秀じゃないかなと思います。私みたいに GPS ウォーキングをしない方であれば、ほぼね、1週間持つんじゃないかなっていう感じになりますね。ということでね、安心してこの常時点灯モードを使っていくのもいいんじゃないかなと思いました。ちなみにね、ちょっと補足になりますけど、常時点灯モードをオンにしますと、今私の設定ではこの時計と、そして日付と曜日、歩数表示ですね、今してあります。で、必要最低限の情報が見れるようになっています。では次に AOD をオフにした場合になります。つまりね、こういった状態になりますけども、この状態でバッテリーがどれぐらい持つかも検証してみました。ちなみにですね、 100% から 0% まで検証しますと結構日数がかかってしまうということで、レビューを出す関係上 50% を切った時点までどれぐらい減るかということで表を作っています。ということで、まず初日になりますね、 100% からスタートしています。1日経った24時間後 90% の残量になっていまして、前日差は 10% でした。そしてこのままずっと続けていきまして、 50% 直前になりますね、4日目になります。 51% の残量になりまして、前日差は 13% になっています。結局のところ、5日目の残量が 37% のところまで検証しまして、これもですね、前日差が 14% になっています。このデータを実際のところ平均しますと、1日あたり約 12% ほどの消費になっていまして、結果ですね、だいたい8日から9日間のバッテリー持ちになったということになります。で、ましてやですね、 GPS を使ったワークアウトをされない方であれば、もっと持つってことになりますので、だいたいですね、10日から12日ぐらいは持つんじゃないかなという気はします。もちろん使う方によってはだいぶ変わりますので、このあたりは目安としていただければなと思います。ということで、バッテリー持ちに関しましてはね、結構良好でしたので、この辺もね、すごくいいなと思いました。次に良かった点になりますけど、それはワークアウト、特に歩数や距離に関しての精度になりますけど、非常に良好だなと思いました。これはあくまでもね、ランニングやその屋外ウォーキングなどの専用機ではありませんけど、参考値として見たらめちゃめちゃ良かったなと思います。今こちらにその検証結果の表を表示してあります。まず一番上のところを見てみますと、屋外ウォーキング5キロコースで検証とありますが、今まで私が歴代のスマートウォッチ、これを含めまして16台目ですかね、使ってきているんですけども、その上での平均を
を全て取ってあります。まずね、距離に関しましては5キロのコースをずっとね、いろんなスマートウォッチやスマートバンドで平均を取りますと 4.87 キロになっていました。そして消費カロリーは平均で369キロカロリー、そして歩数は6747歩でした。これが全てのスマートウォッチの平均になっています。その上でですね、今回このレドミーウォッチ3国内版になりますが、3回ですねデータを取っています。この平均を取った数字が赤文字で表示されているものになります。距離に関しましては 5.01 キロになりました。5キロのコースで 5.01 キロですので、スマートウォッチ平均よりは140メートルほど距離が多く出ています。消費カロリーに関しましては結構少なめに出ているんですけども、このあたりはレドミーウォッチ3のアルゴリズムによってね、だいぶ変わってくるんじゃないかなと思いますが、平均よりは結構少なく表示されるような気がします。そして歩数に関しましては、スマートウォッチ平均を見ると6747歩に対して6632歩になっています。歩数平均の差は115歩になっています。このあたりどう見るかだと思いますが、皆さんいかがでしょうか。あくまでも専用機ではないにもかかわらず、アベレージに近いっていうのはなかなか良好だったんじゃないかなと思います。ですので歩数計として使う分にもここに今表示されていますが、日常使いでどれぐらい毎日歩いているかなってことを知りたいのであれば、使い勝手もいいんじゃないかなと思います。ちなみにワークアウトを使うときにはホーム画面から右にスワイプしますとウォーキングってね、すぐ出るようにしてありまして、このように簡単にねアクセスできるようにしてあります。そして GPS をこのように測定開始ということで今探しているわけですね。でこの状態で GO を押しますと、即位を待ってからワークアウトスタートするか、すぐ開始したいかをね選ぶことができますが、通常私はですね、もうすぐ開始をこのようにタップしてスタートしています。これでもねちゃんと地図上に軌跡がマッピングされていきますので、全く問題ないなと思います。終了するときは画面をスワイプしまして終了をします。はい、こんな感じで使うことができます。ということで、ざっとですけどもファーストインプレッションでここが良かったなという点について触れましたけど、いかがだったでしょうか。この他にもちょっと細かいところでいいところもたくさんありましたけども、割愛の方をさせていただいています。はい、というわけでですね、今回レドミーウォッチ3国内版のファーストインプレッションをお届けしましたが、いかがだったでしょうか。いやー、なかなかですね、このボディ、特にこのブラックの方ね、送っていただいたんですが、めちゃめちゃ質感が良くてかっこいいなと思いました。とはいえ、やっぱりね、ちょっとここはね、惜しかったなという点もあります。それはやっぱりね、自動調光がついてなかったっていうのはちょっと惜しかったなと思います。明るさ設定はこの設定項目のディスプレイというところを開きますと、明るさっていうのがありまして、ここで画面をこのようにね明るくしたり暗くしたりっていうことができるようになっていまして、このようにね調整することができますが、これが手動だったという点になります。このあたりね、次のモデルに自動調光機能がついてくるというのは期待したいなと思います。とはいえディスプレイもめちゃめちゃ綺麗ですし、そしてアレクサ搭載していたりとかですね、そしてカスタマイズ性っていうのもすごく良かったので、このレドミーウォッチ3はめちゃめちゃいいなと思いました。そしてサイドボタンが何よりもめちゃめちゃ便利ですね。この物理ボタンがあるっていうのは本当に使い勝手飛躍的に上がりますので、画面で全て操作するモデルもありますけどもね、やっぱりボタンがついてるっていうのは個人的にはすごくいいなと思いました。こういったスクエア型のモデルで探している方にとって一つの選択肢としていいかもしれません。ということで今回レドミーウォッチ3ファーストインプレッションをお届けしました。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。